金八鳥は、秋田県北部で作出された鶏の一品種である。秋田県の天然記念物に指定されている。金八鳥は、1800年代に、秋田県の北部に住む、魚屋の金八が、比内鳥とシャモを交配した際に突然、変種としてできたとされる、身長40センチメートル、体重がオス1.7キログラム、メス1.2キログラムの鳥である。名称も、 金八の名前が由来であるが、大立地方の方言で、短期の人を、金八ということから金八鳥と書いて、金八鳥というようになった。名の通り、気が短いが人によく懐く鳥である。1959年1月に、秋田県の天然記念物に指定された。秋田県の北部、米代川流域には、古来から金八鳥の他に比内鳥、声よ、鶏が生息し、 これら3種類の鳥を総称し、秋田三鳥と呼ぶ。秋田県勢両鳥、日内鳥、金八鳥保存会は、秋田三鳥を、生きた、秋田の遺産として後世まで残すための活動をする、ことを目的に設立された。保存会の設立のきっかけは、東京帝国大学、か木博士が、大館地方を訪問した際に、日内わ鳥が、学術的に貴重な価値があると話したことが、 きっかけである。秋田県大館市釈迦内あざししけ森の大館郷土博物館に隣接して、秋田三鳥記念館があり、被害鳥、声踊り、金八鳥の展示を行っている。アクセス、大森山動物園、秋田三傾社、秋田市、2013年7月4日閲覧。AB、秋田三鳥、大館市、2013年7月4日閲覧。 秋田県政両取被内取金八取保存会会長関口のり秋田県2013年7月4日閲覧秋田三取記念館大館市2013年7月4日閲覧ありがとうございます